もし浅見や吉田さんが、私の大事な人たちが傷つくようなことがあったらと思うだけでゾッとした。だからまた逃げようと思った。そんな私を吉田さんは守ってくれた。浅見は寄り添ってくれた。このまま幸せな日々が続いたらいいのに。どうしよう吉田さん、私どんどん欲張りになってるよ。ヒゲを剃る、そして女子高生を拾う。第7話、レンボ。